はい、G3 の高松来たんですけども、オッズ、人気じゃない4社のボックス買い、行きたいと思います。人気じゃない、オッズ、4社ボックスで、ね、もう完全に穴狙いで、ちょっとやっていけたら、もう勝つんじゃないかというの。9社、特に G3 の2日目は荒れるというのを、高木ラインさんから伺ってますので、はい。負け戦は特にね。なので、まず負け戦に絞って、ちょっと行きたいなと思いますので。ブルーレディ公式チャンネル、プラス3レース目からちょっといきますね、はい、1頭やっぱバック23本ぐらい取ってる佐伯翔太の逃げからの、まあ、最後垂れちゃって小島歩夢の差し、多分柏野さんから売れるんですけど、ちょっと柏野さんね G1 で落車してあんまり良くないかもということで、穴で1頭でいきます。これでかいの取ります。ほら、あれ終わってからにした方がいいかな。試合終わってからにしようか。まあ、いいか。やべ、もうこの位置だ。いいんじゃないか。取られたよ。行かないと。よし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 、来た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 、小島さん突っ込んでこい、高木さんありがとう。高木さんありがとうございます。やっぱね、初日は穴なんだ、2日目の負け戦は穴なんですよ。でかっ。え、もっとついてもよくない。いや、佐野さんワイドなんで、俺も1万ぐらいいくかなと思ったのに。いや、ワイドで1万はないっす、ほぼ。ブルーレディ公式チャンネルプラス。じゃあ高松大王レース、昨日真鍋くんすごいなんかこう先行できそうだったんだけど、結構ねかなり大きいブロック食らっちゃって、うん、それでちょっと前できれなかったけど、やっぱスピードとやっぱ力はすごい最上位かなっていう、あとは4番がこうしっかり先行してもその上を下位が叩く、まくりになっても先行してもやっぱ真鍋くんがいいかなっていうのもあって、早坂チャンスだ。早坂チャンスだろ。真鍋君良かったんですけど8もついていけず、残念。まあ穴狙いだからね。ブルーレディ公式チャンネルプラス、はい、まあ、展開は吹き沢は昨日、まあ、踏み合いになっちゃって叩ききれなかった、やっぱ常粒も新人だからしっかり逃げたい、っていうの で藤根もね先行タイプではあるんだけど、やっぱこう中段回れるからだ、無理はしないと。だからここは常粒と吹き沢の踏み合い、ただ吹き沢が前取って一気にドカーンとかまして吹き沢がこうできっちゃうっていう目が一番あるんだけど、そこ中段に収まれる常粒がまくれるか、そこで踏み合いになるかが焦点になる。僕は中段に収まると思う、常粒がまくりも打てるから、はいはい、ちょっと欲を見て1356の3連服のボックスにしてみました。いいね、これを欲見て。もう穴出ますんで大丈夫です。ほんま来いよ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 、めちゃくちゃか。いや大丈夫大丈夫、もうしょうがないな、こればっかりはないよ。膝が前へ前へと踏んでいきますが、どうするか、下げるか、突っ張るか、
内側下げて、右側4番手、下げて7番手から2番手、1番手、スイッチに振り込んで、スピードに乗せて、まあでもまくりでしょ、あでもまくりじゃないか、すぐまくりで行かないと、行かないと、行かないと、内側下げて4番手、2番の右側、車間枠に下げて、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 下来るな、来る、いやでも全然弱いな来る、2号、一発、一撃強い、逃げ切るか、惜しい。俺の展開としてはちょっとあそこで早めに巻き返してこう叩き切ってちょっと足使ったところ最後山下さんが刺すみたいなところが払い戻し金2番、番7番、6000円、その他の払い戻し金は、